はい。はい。で、右のやつ、あ、左のやつが勝手に進んじゃうから、右のやつが孤立する。で、孤立したこいつを、内側に引き寄せれば勝てそう。来る。着きますかね。来ましたね。さあ大振り。しかもこいつ松明だからさ、縦のなんか激しい攻撃は、さっきとあれだ、リーチの感覚がちげえわ。はいはいはい、ちょっと柱邪魔っすねこれは。はい、でここ入る。馬の攻撃じゃない、ここ。でこれはこの後入るんだよね。はい、リーチに注意だねこいつは。何やってんのこいつ。おい、それはチャンスだぞ。おい、よっ、かわされた。ほい、ほい、あ、馬が死んだ。まあ、待てよ。ほい、あ、それもう一発発生してくるのか。こう、クソ強戦技かわして、もう一回叩き込むか。早めにかわして、ここよ。すっ、強っ。ここよけるよ、もう一回よける。はい、ここいけるよ。 OK。 さあとりあえず一体倒したと。ルーンが手に入らないんだわ。これあれか、二人で一つか。このシュージとアキラ、俺が倒してる。シュージとアキラのツリーガード。さあ先制攻撃はいただく。さあ来いよ。ただハルバートってやっぱ優秀だね、長いもん距離が。そう考えるとさっきの竜の釣りガードはリーチが、武器のリーチが短い分楽だったかもしれない。ここ、ここ、ここ。でもこれもう騎馬戦マイスターですよ。これは避けて、ここ入るよ。オッケー、でここも入る。ここ入るぜ。ほい、いや、なんだかんだ一番最初に戦ったツリーガードが一番強かったかもしんねえな。え、出血縦ね。ほい、やばい、やば、押し込んじゃった。避けて、ここ、はい、縦持ちの方が強えな。はい、ここよ、もう一発。ここ、外したら避ける。シールドバッシュは怖いんだよね。はい、ここ。さあ次の攻撃でおしまいだ。行くぜ。あぶよ、竜の、竜じゃねえ、シュージとアキラのツリーガード撃破。おい、2万しかくれねえのかよ。黄金樹の大盾、英雄のルーン。